今回はラメラメメイクが特徴ということで、とにかくバサバサの束感のあるものを選ぶこと。やっぱ夜とか花火とかでもキラキラってなると思うんで、Hello, my name is Harutam. I'm member of Black Diamond. 今回するのはこれからの夏にぴったりな、お祭りにぴったりの浴衣メイクです。キラキラな感じで派手派手で浴衣に合わせてド派手にお祭りで目立ちましょう。ではスタート。まず最初に保湿するためのクリームを塗ります。これは MAC の保湿の乳液で、はるかは混合肌なんですけど、鼻の部分はテカりやすくて頬の部分は乾燥しやすいので、両方とも水分が足りなさすぎると乾燥しちゃうしテカっちゃうので、両方に水分を与えてあげて化粧崩れを防止します。続いて MAC のこちらの下地を塗ります。これは SPF50 入ってて、皮脂にも強くて、夏とか海とか行っても水を弾く成分が入ってます。だからこれからの夏とかにぴったりだと思うんでおすすめです。続いてはファンデーションです。ファンデーションは MAC の一番黒いリキッドのものと CC クリームを混ぜて塗ってます。だいたい分量はこっちの黒いリキッド2に対してこっちが1ぐらいで、 MAC だけだとめちゃくちゃマットになるんで、ちょっと伸びを良くする感じプラス肌にいたわる感じな感じで混ぜるといい感じに混ざります。コンシーラーはこの MAC のリキッドタイプを使ってます。固形のタイプのものよりリキッドの方が薄付きで伸びも良くって、茶グマや赤グマなどいろんなクマに対応できてピタッと張り付いて結構よれにくいんでおすすめです。パウダーはこの MAC のライトフルチャージを使ってます。これはちょっと色が黒めのもので、皮脂を吸収する成分が入ってます。SPF も30入ってるので、これからの夏とかなど紫外線対策にぴったりです。シャドウの下地にこの白の部分のラメを塗ってます。今回はラメラメメイクが特徴ということで、いつも使ってるものよりよりラメ感が強いこの下地を使うことにしました。で、白使ってます。シャドウはこれを使ってます。今回はこの濃いピンクをアイホール全体に塗りました。こういうカラーパレットとかは一つ持っておくと、ブルーメイクだったりピンクメイクだったり春メイクだったりいろんなものに合わせて使えるんで、1個持ってると得だと思います。アイラインはこの系パレットのものを使ってます。毛先が細くてコシがあるので細かい部分も描きやすくて、でなおかつしっかりピタッと張り付いてくれて、ぬるま湯で簡単にオフできるので優秀です。アイラインを引く時のコツは、黒目の上をとにかく太く引くこと、で二重の幅ちょい太ぐらいに引くこと、あと目尻はやっぱギャルは垂れ目が可愛いんで、垂れ目すぎない感じでこことここをつなげる感じで、目頭も引きすぎると目が結構きつくなっちゃうんで、バランスを考えてアーモンドアイになるように引きます。ビューラーはシュウ上村のものを使ってます。今まで結構ビューラーとかって何でもいいかなみたいな感じで思われがちだと思うんですけど、このシュウ上村のやつめっちゃ優秀なんで、全然まつげの上がり具合が違うんでおすすめです。はるかのメイクはとにかくまつげをもうパチッと上げるのが一番コツなんで、地まつげもしっかりと根元からもうグッグッって感じでもう押し上げて、つけまに関してもこの目頭らへんをパチッとさせる必要があるので、結構根元からグッて上げて、目尻の方はそんな垂れ目気味でいいんでそんなにビューラーしてないです。ペンシルライナーはこのラブライナーのものを使ってます。やっぱりこの粘膜を埋めるのは絶対ジェルライナーが一番良くて、粘膜に描いてもちゃんと落ちにくいもの、にじみにくいもの、なおかつちゃんと化粧オフするときに落ちにくいものです。粘膜は本当に絶対引かないとそこだけ白く浮いちゃうんで、結構落としがちなミスなんですけど絶対引いてください。ハルタムメイクで一番大事な植付け間は、とにかくバサバサの束感のあるものを選ぶことで、今はアイマジックの1番とダイヤモンドラッシュのフェアリーを重ねてつけてます。でちょっとずらして重ねてることによって横幅が広がるんで、よりこう垂れ目になるように目尻を下げ気味でつけてます。この MAC のいっぱい色が入ってる優秀なパレットの上から2番目の色で、眉頭の部分をぼかすように描きます。フライするだけで仕上げるとやっぱりちょっとわざとらしい眉毛になりがちなんで、パウダーでぼかすことがポイントです。眉毛を描くのはこのビボのライトブラウンを使ってます。これはもう10年ぐらい使ってて、とにかく安いし、色が明るいし、どこにでも売ってるし、めっちゃおすすめです。眉マスカラはヘビロテを使ってます。これも、色が明るくて、筆が塗りやすくて、地肌にもつきにくくて、結構眉マスカラとかって忘れちゃう人多いと思うんですけど、いくら眉毛綺麗に描いてても、眉毛の色はやっぱ本来の色は黒いんで、それが黒く出ちゃってると、やっぱちょっと残念になっちゃうんで、ちゃんと塗ることがポイントです。チークは、マックのピーチ金を使ってます。今まで結構すごい青みピンクみたいな色を使ってたんですけど、最近今夏に向けてということもあるし、気分を変えてちょっとピンクオレンジみたいな感じの色にしたんですけど、こっちの方がちょっと締まっていい感じかなと。やっぱ夏はオレンジっぽい方が流行るし、いいかと思います。ハイライトはこのマックのものを使ってます。白すぎない色なので、クリーム状の色で結構馴染みやすくて、この眉毛のラインと鼻と目の下とこの顎先にのせてます。結構さっさってぐらいのせるぐらいでいいんですけど、目元のクマとかが飛んだりとかくすみとかが飛んで立体感が出るんで、ちゃんとやらないといけないポイントですね。シェーディングはこのマックのものを使ってます。マックのやつで一番黒い色使ってて、シェーディングはやっぱ丸顔さんとかには特におすすめで、おすすめっていうかマストアイテムで、こめかみとこのほっぺたとこう3になるように、両方数字の3になるようにイメージして入れるのがポイントです。で、結構ここばっか塗りすぎちゃうと、ここと首の色が違くてやばいことになっちゃうから、なるべくなじましつつ、この辺までちょっと塗るぐらいの意識で、そんな色の大差がないように塗るといいと思います。涙袋はこのエチュードハウスのやつで引いてます。ラメ感がナチュラルで結構細かめなので、涙袋の部分に引くとうるうるして千葉は愛みたいな感じをイメージしてるんですけど、結構女の子は涙袋大事だと思うんでおすすめです。下のラインはこのラブライナーのペンシルライナーを使ってます。まず引き方としては、この黒目の下の粘膜をまず埋めて、はるかはどっちかというとちょっとつり目がちなんで、目に対してこう横に真横になるようにとりあえず引いて、この上のラインとつなげるように目尻を合わせてきて、そこから、ちょっとぼかして垂れ目にします。このマックのパレットの一番下の一番濃い色で目尻のラインを引いた後にぼかすようにタイムにしてナチュラルに仕上げます。まあ、下まつげはダイヤモンドラッシュのヌーディーアイを使ってます。垂れ目にしたいし、目をパチッとさせたい人は上もパチッとさせること大事なんですけど、下のまつげも大事だから長めのもので、目尻が長めになってるものを使うのがベストだと思います。ちゃんと上にも下にも縦幅を持って横幅にも描けば誰でも目が大きくなるんで、やってみてください。そして上と下のまつげのコンディションが整ったところで、この目頭と目尻を引くんですけど、目頭も結構引きすぎちゃうときつい目になっちゃうんで、三角形をイメージする感じで引いて、目尻はこのまつげとまつげの間から流す感じで、垂らしすぎちゃうと横から見たら汚かったりするんで、バランスを見て、左右対称になるようにしてアーモンドアイにするのが特徴です。ノーズシャドウはこのパレットの上から2番目のものを使ってます。この眉毛に使ってるものと同じもので、ここからまっすぐ引いて、結構、濃いめに引くのが好きなんですけど、濃いめに引いて、ここをぼかして、特に小鼻のあたりがすごい気になるんで、そこら辺をぼかして、錯覚でちょっと立体感を出して鼻を高く見せよう作戦です。ハイライトはパルガントンのハッタク花パウダーを使ってます。これはいい感じにツヤが出るんで、マットすぎずテカリすぎない感じで鼻が高く見えて、錯覚がちょっと鼻が高く見えるかなっていう気分になります。で、やっぱお祭りで派手派手にしたいんで、上にこうやってキラキラのつけまを半分に切って、その半分の目尻側をこっちにつけてます。普通のつけまの上に上から重ねる感じでこうやってなるんで、結構ドンキとかいろんなところでやってます。目の上のキラキラは NYX のこのキラキラのパウダーを塗ってます。これがローラータイプになってて、この目のアイホールよりさらに上、もうこの辺もう目全体ギランギランにしたかったんで、ここにシルバーのラメを入れてます。目尻ら辺のライナーにこのピンクのラメのライナーを足してます。ピンクのシャドウを塗って、ピンクのキラキラの隙間をつけて、この辺をシルバーにして、目を閉じた時にもちゃんと輝くように、目の半分から目尻側についてます。仕上げのリップはマックのエクストラスイートを使ってます。お祭りなんで、どっちかっていうとマットで、パサパサの唇よりは、ちょっとピンクでプルルルンとした方が浴衣に合うかなって思うんで、このようにしてみました。カラコンはミンカラのピュアヘーゼルを使ってます。16mm のカラコンじゃないと目がパキッとしないので、16mm なのがポイントです。色は、グレーか、明るい茶色か、時によってはグリーンだったりピンクだったりも使います。今日はピュアヘーゼルです。ポイントとしては、やっぱりこの浴衣が結構ピンクでド派手で、頭もちゃんとモリモリにしてるんで、メイクもその分負けないように、ピンクのアイシャドウを塗って、ピンクのキラキラのラメライナーも塗って、ブラックライトで光るつけまをつけて、もう全体的にキラキラってさせたのがポイントです。やっぱ夜とか花火とかでもキラキラってなると思うんで、暗いところでも光って狙ってると思います。ぜひ参考になったら嬉しいです。他のメイクもこちらから見れるので、みんなチェックしてください。お願いします。